皆さんこんにちは、森えりです。はい、だいぶ顔が腫れてる。サムネを見ていただいた方はわかると思うんですけれども、あとは題名。すごく、ジヒョちゃんに似てますね。ジヒョだ、ジヒョだ、ジヒョちゃんだ、TWICEのジヒョちゃんに似てますねって、すごいコメントがたくさん来て、去年の、夏ぐらいからすごいコメントが増え出したんですよ。そのTWICEが、昨日日本デビューをしたということで、おめでとうございます。おこがましいことにジヒョちゃんに似てるって言われるようになってから、外でね声をかけてもらうようになって、なんかジヒョちゃんですよねとかって言われる時もあったんです。実際すごい今自分でハードル上げてってる気がするけれども、確かに一回出しますね。ここにキャメラの目に出しますよ。金髪だった時、金髪で先っちょにグラデが私入ったんですよ。このピンクのグラデが入ってた時は、確かに自分でもこの画像を見た時は似てるって思ったんですね。今回はジヒョちゃんになってみたいと思います。なれるかなれないかについてはわからないので、どれが一番似てるかなっていうのを自分でやっていきたいと思います。体型的には全然違うんですよ。全然似ても似つかないんですけれども、似せていきたいなと思います。はい、ということでこのジヒョちゃんになるべくメイクをしていきたいと思います。私は結構前髪を多めに作ってしまっているので、ジヒョちゃんになるためには、ちょっと薄めに前髪をしていきたいんですが、今髪の色がピンクなんですけど、いつもここにピンクのマスカラを塗ってしまってるので、そこもちょっとやっていかなきゃいけないなと思うんですが、ティントが取れた状態になってます。メイクというよりかは、ジヒョちゃんはすごい肌が綺麗なイメージがあるので、リュークリームをまんべんなく塗って、白い肌に近づいていきたいと思います。の前にコンタクト、今回のジヒョちゃんは、グレーのコンタクトをしてるので、コンタクトをしていきたいと思います。そしてバイスのホワイト BB クリームを使って塗っていきます。ホワイトって言ってもリキッドなんですけど、こんな感じ、ライトカラーになるので、そこまで白いとかそういうわけじゃないですね。そしてブラウンベースのパレットを使って、この涙袋を強調していきたいと思います。そしてライナーもこれ引いてるのかな、ブラウンでここに描いていきます。このピンクのティントを塗ります。それでは前髪をやっていきます。はい、ということでできました。なんかさ、ジヒョちゃんになろうとするとできない、無理だ。もうちょっと薄いのかな、髪の毛がこういう感じか。はい、ということで私はジヒョちゃんには似てないですね。似ても似つかないわ、頑張ろう。ではおまけで TT ダンスをどうぞ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。久しぶりにメイク動画を撮ったんですけども、似てない。似てない。私、モノマネメイクとかね、できないんですよね。ということで、森えりでした。せーの、おつわり。